です。これから努力賞プレゼントが届いたのでこれから紹介したいと思います。これはバインダーノートピンクと言います。これは A4 のサイズになっています。中を開けてみます。ノートで書けるようになっています。そしてここに、なんかを入れたりする方ができるようになっています。そしてこれはこう引くだけで簡単に開いて取り外し可能になっています。これで閉めたり開けたり簡単にできます。ついでにシールが届きました。真剣ゼミの、プレゼントです。これは、何をやっても無料でもらうことができます。皆さんもぜひ努力賞プレゼントを頼んでみてください。これで終わります。すいません、さっき A5 と言いましたが、先ほど A4 と言いましたが、本当は B5 でした。すいません。